途中ですがニュースをお伝えします。新宿区オフィスビル立てこもり事件の速報です。今朝新宿6丁目のオフィスビルに目出し帽をかぶった40歳前後とみられる男が従業員数人を人質に取り立てこもりました。その後数時間経った今も男は会社員の話によりますと立てこもっている男は北島という男である可能性が高いとのことです。その男は以前からこのビル内のある企業との仕事上の取引があり金銭上のトラブルが絶えなかったということです。今回の立てこもりはそのトラブルに端を発したものではないかと。